川清先生こんばんは。春日井では気さくに話をしていただきましてありがとうございました。春日井はははい、友達から聞いた話ですが、長野の山奥に四角い穴があるらしいのです。深さ 1.5 キロとのこと。深いですね。 Google Earth でその場所を映し出すと何もない山だそうです。細部の場所は分かりませんが、括弧して中途半端ですみませんと書きです。その真意ご存知でしたらお願いします。長野の山奥らしいですよ。そうか、長野の山奥か。四角い穴、深さ 1.5 キロ。いや、もしそれが本当だとしたら面白いよね。いや、あの、それこそテレビ局が行くでしょう。はあ、うん、しかしこんな穴が何のためにですよね。いや、もしあればね、でもっと言えばその 1.5 キロって深さ誰が測ったんだってこと。ああ、確かに測った以上は研究者いるだろう、はい、ただその研究者もわからないでしょ。うん、まあ、謎が多いよ ね、 多いですね。あくまでも あるらしい、深さ 1.5 っていうキロ、はい、これは逆に言えば本当に誰が測ったんだってことだね。でもあれば面白いですよ。ですね、先生も行ってみたいですよね。そうだね、逆に教えてほしい、どこだ。いやいや、もし本当にもしだよね、あればこれはまた面白いと思うよ。また長野というのが、ね、うん、何かあるんでしょうかね。四角いシャフトでしょ、四角い穴、縦穴でしょ。そうですね、深さ 1.5 キロ、長さではないですからね、深さですからね、うん、一体何のために誰が、もう誰かがこうね、ロッククライミングで降りなきゃね、はいはい、1.5 キロの深さだったら下ガスってるから下手して死んじゃうよね。そうですか。だって井戸って怖いんだよ、下どんなガスが発生してるか分からないから。だからわざと火を落としてね、うん、そう、どっちにしてもまだ未知数です。ないともあるとも言えない。もしあったら面白い。また何かね、新しい情報が、うん、まあ、ちょっと僕の方もちょっと調べてみましょうね、はい、うん、あ、この方お名前ご紹介してもいいのかな。伊達さんというおっしゃる方ですね。ありがとうございます、うん、また情報お待ちしてますね、うん、はい、続いては可愛らしいお名前ですね、うん、ピヨピヨ侍さんからいただきました。はい、こんばんは、ピヨピヨ侍と申します、うん、いつも飛鳥先生のユーストを楽しみにしています、はい、ずっと聞いてみたかった質問をさせてください、うん、私の知人に先生のほにゃらら番目の弟子と名乗っている方がいます、うん、飛鳥先生にはお弟子さんは何人いらっしゃるのでしょうか。よろしくお願いいたします。基本的に俺弟子いないですよ。僕弟子取らない。